はいどうもパチオです。いやー今朝っていうか昼前ぐらいまでねすごい雨降ってたんだけど、今こうやってね、まあここだけなんだけどすっごい快晴ですね。まあここだけ見ると雲一つもないみたいな感じに見えるんだけど、まあ実際そんなことはなくてそこら辺に雲あるんだけど、でね今ね雨上がりでめちゃめちゃその水分がね結構な大雨降ってたんで蒸発しててもうむわーっときてて暑い暑いはい、というところでね、まあ、とりあえず、まあ、今日はね昨日ものすごい激しめに運動したんで、まあ、体力回復のためにもさっさと帰ってっていう感じなんですけど、はい、今日の話なんですけど、東京都知事選挙が始まりました。ようやく始まりましたね。20日からスタートとかなんですけどね、なんかもう6月の初め頃にはもう選挙始まってるみたいな感じになってましたけど、あの人ら全員事前運動じゃねえかっていう気がするんですけどね、最近はその辺も曖昧ですわ。はい、なんですけど、今回の話題、皆さんだったらどの人に入れます？まあ僕もね、東京都民じゃないんで、愛知県民ですから、もちろん投票権ありませんよ。だけど、あれだけたくさんの人が、最終的に56人だったっけ？ね、出るって言ってたんだけど、辞退しましたみたいな、まあヘズマリュウみたいな人もいれば、まあ、ね、びっくりしたんだけど、ひまそらあかねみたいにね、出るっていう兆しがなかったんだけどいきなりポンと出たっていう、あれもうまいなと思うんですけどね。まあそういう人もいたりして、まあ最終的にね結果として増えてるんだけど、はい、皆さんねどういう人に入れます？まあね、あんだけ人がいっぱいいるんで、ね、よっぽどってか、まあほとんどね小池さんが勝つでしょうと俺は思ってるし、まあそれはどうしようもねえなと思ってんだけど、まあその言ってしまえばその泡沫候補だと言われてるような人たちにどの程度の票が入るのかっていうのは僕はね、まあそれなりに注目してるわけですよ。まあ例えばね、まあ割と僕はね右寄りの考え方をしてる人なんで、日本第一党の桜井さんとかね、あと田母神さんとかには、ね、割と入れがちな、まあ前々とかの選挙とか、前とかその前とかの選挙だったらその辺の人に入れようかなっていうふうに思ったろうし、実際入れたんだろうなと思いますわ。であと僕のその行動原理として民主党、まあ、現立憲民主党ですわ。まあ、つまり、蓮舫さんを落とすために、一番票数を得そうな人に入れるということで、小池さんに入れるというのは、まあ、やりがちです。はい。なんだけど、皆さんどうすかね？石丸さんとかに入れたりするんすかね？僕はね、今回だったら、今回誰に入れるのかな？まあなかなか難しいとこだけど、一番パッと見分かりやすいのはもうひまそらあかねに入れるのが一番分かりやすい。なんでかっていうと、分かりやすいっていうのはなんでかっていうと、マスコミがすごい無視するじゃん。で今回もたくさんの人が立候補しましたのところに、もうその一覧の中にあえて名前入れなかったりする、報道としての体を成してないようなことをね、平気でやるんだよね、マスコミって。で僕マスコミのそういうとこってすごい嫌いだからさ、で前までだったらそのやり玉に上がってたのが、まあ一応極右の、ね、人だった桜井さんとかがおそらくそういう時にねわざと無視されたりとかね、そういうことになってたと思うんだけど、まあね、もう本当色物のオンパレードのねなんか博覧会みたいな状態になったもんだから、誰をね無視したらいいのか分かんないんだろうね、マスコミの皆さんも。はい、ということでね、今回なんか変にその消されたりすることあんまりなく、まあ一部メディアではねなんか存在を消されたりしてるみたいだけど、なんか普通に出てるんでね、あれなんだけど、で
まあなんか1000万人ぐらい有権者がいるわけですよ。もっといるんだけど。で、そんな中で、まあ投票率ってそんなに高くないじゃないですか。だからもうね、500万とかいかないぐらいの票数を、その56人とかで取り合うわけじゃないですか。その、ね、小池さんってね、300万票ぐらい取って勝ってたと思うんだけど、他の人たちが何票取るか、じゃあ2位は誰になるって。蓮舫さんになるのか、石丸さんになるのか、はたまた他の人がなるのか。で、その、泡沫と言われてる人たち、例えば、N 国さんとかいっぱい出してるけど、その人たちに、その票数差が出るとしたら、その個人の魅力じゃないですか。YouTuber で、なんか、実験的な動画を出してる人とか結構いて、なんかね、何も書いてない、ただその数字が出るだけの動画を、ただ出して、それが、どれが一番その、インプレッションが伸びるかっていうのをなんか試したりする人とか、なんかいろんな人がいるんだけど、まあそのね、群れでバーッと出した時に、なんかね、この人可愛いからこの人入れようとかさ、なんかそういうのとかさ、なんかポスターになんかヌード写真を使って注意されて撤去したみたいな候補者の人とかもいたみたいだね。ジョーカーの格好をして活動してる人だったと思ったけど、あれなんかもね、一応そのね、自分に対する宣伝も込みつつの、もう爪痕は残しましたよね。で、その、表現の自由がどうとかとかいう、その、自分のアピールも一応できたわけだから、まあ、役割を果たしたというか、目的は達したというか、そういう感じで、まあ、ね、当選するなんて、さらさら思ってないけど、立候補しましたみたいな人が、今回は結構いっぱいいると思うんですよ。で、それぞれの人たちが、もうそれぞれの目的のために、もう顔を売るぞと、頑張っているわけなんですけど、まあそういう票がね、まあ東京都の都民がね、どういう風な目線で、どういう人たちにその票を入れるのかってのは、ほんとすげえ気になる。だからそのね、今多分そのネット民の結構こういうのにその面白半分で入れるタイプの人っていうか、何かなってくれたら面白いなっていう、多分選挙には勝てないけど、こういうこの人に票が入ったらこういう動きがあるんじゃねえかなみたいなことをいろいろ考えてて、見てる人は暇そろあかに入れるか入れないかっていうことを迷ってるような、そんな感じな気がしますね。まあ、その政治信条とかがいろいろある人は、そんなことなしに、その政治的なね、その公約とかを見て入れたりするのかな。でも思うんだけどさ、いろんなことを言って、ね、都知事選に出てる人いるんだけどさ、まあ僕も公約全部見てるわけじゃないっすよ。有力な候補者ですら、お前それ都知事でやれんだろっていうような公約を掲げてる人結構多いんすよね。なんか言ってますけど、お前それ都知事じゃなくて国会議員になったりしなきゃいけないんじゃないのって、総理大臣とかになってやらなきゃいけないんじゃないのって、なんで都知事選に出たんだよっていう人が結構いるんすよね。だからそういう人たちに入れようとしてる人って何なのっていうのはね、まあ多少思わなくもないんだけど、まあでもそれね、まあポスターのね、変なポスター出すのもそうだし、まあ表現の自由の範疇なのかどうなのか知らないけどさ、まあいろいろね、その都知事という立場を利用していろいろなんかしたいって思ってる人もいるだろうし、まあその都知事選に出るという知名度、そのね、注目度を生かして何かをしたいという人もいればね、そういう人もいるのも当たり前だから、まあ仕方ないっちゃ思いますけどね。まあ、
僕は外野なんで、まあこれ非常に面白く見させてもらってますけどね。まあというか、外野なんでというか、まあどうせこれ小池さん勝つよっていう、それだけなんですけどね。だから、その、こんだけばらけて、その、投票の傾向がね、めちゃめちゃばらけた上で、あ、じゃあ立憲ってどのぐらい取れるのって。立憲共産党ですわね。言ってしまえば。とか、その、ね、広島の方でね、市長やってた、でももともと東京に住んでたんだっけ、あの人。広島のね、その、安芸高田市だっけをなんとかしようと思ったら、広島の知事選に出るべきじゃねえのかなとか、そういうこと思ったりするんだけど、あの人何票取れるとか。で、その、ね、まあ、右側勢力にしろ、左派勢力にしろ、まあ、他にもね、いろいろ出てる人がいるわけじゃないですか。N 国さんとか。まあ、ね、ドクター中松とかもそうだし。で、その、ね、おなじみの面々みたいな人たちも、まあ、ちょい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 出てたりとか、なんか面白そうな人だなっていう人もちょい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 出てるんで。だから、そういう人たちが、その、まあ、どの人が何秒取れるかで、その世の中って見えたりしないかなって、見えないだろうけどね。まあ、なんだけど、ほら、例えばさ、暇そろあかねが100万票とか取ってさ、報道しないわけにいかないじゃん。だって50万票とかでも報道しないわけにいかないと思うんだけど、多分マスコミって無視すると思うんだよね。ああ、そういうところを見てみたいっていう。うん。そう、見てみたいんだよね。なんか自分たちが権力ですみたいな人たちがさ、自分たちの思い通りにいかなかった時にどういう行動をするのかっていうのはね、非常に興味がある。はい、ということでね、まあ今日はね、東京都知事選挙始まりましたねっていうお話です。あの人ね、今んとこで顔は、まあ、知ってる人は知ってるだろうし、知らない人は知らないっていう状態だけど、選挙戦とかやるんかね、ちゃんと。やらないと思うけど、演説とか立ったりするんかね。それだったらそれで、まあ、別のところでまた興味あるよね。はい。ということでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、以上、パチオでした。バイバイ。